ゴールウェイはアイルランド西部の都市でゴールウェイ州の州都であるゴールウェイ湾の北東の一角に位置し市内をコリブ川が流れる市の名前の最も確かな由来一はアイルランドのガリブ外国人の町であるゴールウェイはアングロノルマン期に支配した14の二部族の都市として知られている主要記事ヒストリー・オブ・ゴールウェイガリブの加工の取り出は1124年 この塔によって建設された。砦の周囲には小さな町が形成された。1230年代のアングロノルマンの侵略の際に侵略軍を率いるリチャード・モア・デバーグに接収された。デバーグは土着化したため、商人がこの町を牛耳るようになっていった。1484年12月には英国王室から市長を置くことが認められ、完全な自治を取得した。ゴールウェイは、 ゲール復興運動までの間、イギリスの支配下のままであった。その間、アイルランド語を話す隣人との難しい関係に耐え忍んだ。1562年に作られた都市のサイモンの上へ、当時の市長は、フロムザ・ファーショス王、フレリティス・メイゴット、プロテクト・アス一家から、神は我々を守るだろうという通知を出した。その規約は、アイルランド人にニーザーをノーマック、シャル・ストラット・ネスワガーセル。 ザストリーツオブゴアルウェイも自慢したりイバルベからずと明示、アングロアイリッシュとむやみに接触することを禁じた。中世にゴールウェイは14のアングロノルマンの一家、ゴールウェイの部族の加藤政治によって統治され、フランス、スペインとの国際貿易で栄えた。1651年のゴールウェイ1642年には、三王国戦争で、キルケニーのアイルランドカトリック同盟へ加勢した。 クロムウェルによるアイルランド侵略の際は9ヶ月もの間包囲された後に占領された。17世紀末、ウィリアマイト戦争ではジャコバイトの側へ着き1691年のオーリムの戦いの後間もなくウィリアマイトに占領された。ゴールウェイの名門は没落し、この都市は衰退した。そして20世紀後半の大公共まで完全回復しなかった。主要記事、 ゴールウェイシティカウンシル、ゴールウェイ市議会は1484年12月にリチャード三世から認められ、1485年にゴールウェイの氏族たちにより創設された。初代市長はパースリンチ、1841年に解体され、ゴールウェイ都市地区議会にとって変わられたが1937年に区として1986年には特別市として復活した。公式名は ザ・メイヤー、アルダーモンバージェス・オブ・ザ・カウンティ・ボロー、オブ・ゴールウェイ、ゴミ収集、リサイクル、交通管制、公園、住宅は15人の市議会議員により管理される。議員は5年ごとの選挙により選ばれる。次の選挙は2009年6月に行われる予定。現在の市議会は労働党4人、フィナ・ゲール党3人、新法民主党3人、フィアナ・フォイル党2人、緑の党1人、 シンフェイン党一人、無所属一人からなる。2005年6月の選挙では、左翼の労働党、緑の党、シンフェインが2から6へと議席を増やして、大きな変化を見せた。フィアナホイルは3議席を失い、北、東区では、無所属が選ばれた。これにより、市民の声を反映する議会になったと言われる一方で、硬着状態の内輪もめになったとする意見も見られる。 この選挙により15人のうち8人が初当選の議員となったため経験不足感は否めない。主要記事、メイヤー・オブ・ゴールウェイ現在市長は儀式的なものとなっており、1年、現在の市長は2005年6月に任命されたブライアン・ウォルシュである。ゴールウェイ氏はドイルエアランのゴールウェイ西選挙区の一部となっている。大議士、エモン・奥イーブを除き、全員が市民から強く支持を受けている。 マーガレット・コックス上院議員も、また政治基盤をゴールウェイに置いている。2002年の総選挙では、フィアナ・フォイルのマーガレット・コックスとシンポ民主党のノエル、グリリッシュの選挙戦で大揺れの選挙区となった。グリリッシュの数百票差での勝利は1977年以来単独政権を続けてきた、フィアナ・フォイルが進歩民主党との連立政権を組むことにつながった。ゴールウェイの言語、音楽、 歌、踊りの伝統はアイルランド的な特徴でアイルランドの二言語の首都と呼ばれるゲールとハトの入り口に位置し街中では二言語による道路標識や店の看板などにアイルランド語を見ることができる周辺の地域の人間はアイルランド語を話すアイルランド語による劇場案対ビーチドハークやテレビ放送 TG4 は市民の生活の重要な一部となり アイルランドもに関する活動や行事への関心を高めさせている。聖ニコラスアングリカン協会はアイルランドに現存する中世の最大の協会おそらくアイルランドで最も素晴らしい中世の町屋であるリン地城がショップ通りにあるが現在ではアライドアイリッシュ銀行の支店になっている旧市街の中心にあるアイルランド協会の聖ニコラス協会はアイルランドに 現存するうち一番大きな中世の教会で1320年に設立され続く2世紀の間に拡大された1965年本流のローマカトリックのアワーレディアサムドイントゥーヘブンストリートニコラスもある石灰岩からなる大きな建築物でドームと柱とアーチはルネサンス期の模倣そしてロマネスク町の正面のアーチはアイルランド教会に 独特のものである。この建設は、スペインのサラマンカ市協会の提案によるものである。大聖堂からそう遠くない場所に、アイルランド国立大学の元の中庭がある。アイルランド国立大学ゴールウェイ校の独創的な四角形ビルは1849年に建設され、コーク校とベルファスト校とともに、アイルランドクイーンズ大学を構成していた。そこは、 ケルトン語派の音声資料のユネスコアーカイブを保持している。毎年開かれるイベントアイルランドで最も名高い、俳優を何人も輩出した、常設のアイルランド語劇場タイビーチェドハーク NAA、ゲイリバがある。ドルイドシアター社は、その最先端の演出と指示で、国際的な喝采を得た。クラダリングは、ゴールウェイの球場壁のすぐ外にある漁村クラダが、発祥である。 市内から東に6キロメートルのカーンモアにあるゴールウェイ空港は2011年11月1日に定期旅客便の運航を廃止した滑走路が短く現代的な旅客ジェット機を受け入れられないため運用が限定されている市内から西に2 2トルのコネマラ空港はアラン諸島の各島への定期便を運航しているシャノン空港とノック空港も 市内から容易にアクセスでき、両空港とも、アイルランド周辺、イギリス、大陸ヨーロッパ、北、アメリカへの便を運行している。バスは、ゴールウェイ市や、州の公共交通機関の主要な形態である。市内では、バスエアンとゴールウェイシティダイレクトとにより15路線が運行されている。また、様々なバス会社が、ゴールウェイ州全域やアイルランド全体に、バス路線を張り巡らせている。 バス乗り場はいくつかの場所がある。アイルランド鉄道がダブリンとツ日タ往復している。途中停車駅は、アセンライ、バリナスロー、アスローン、タラモア、キルデアなど。乗客は、アスローンで、ウエストポートと、バリナ、そして、キルデアでは、コーク、リムリック、トラリー、ウォーターォード駅へ乗り換えることができる。ダブリンへまでの所要時間はおよそ3時間。3本の幹線道路が市へ通じている。 北部からの N17、東部からの N6、及び南部からの N18。ゴールウェイを他の大都市とつなぐ高速道路が2010年から2020年の間にできる予定である。ダブリンへの所要時間はおよそ4時間、シャノン空港への移動時間はおよそ90分だが、リムリックへの移動を2時間を要する。ゴールウェイはコネマライの入り口であると考えられ、コリブコ西岸に沿った N89 と、 ゴールウェイ湾北岸に沿った R337 は、このワイルドでロマンチックな地区を通る、バリーのキー、ゴールウェイ湾の奥にある、ゴールウェイ港は、アイルランド西海岸の中心となる港である、最大1万トンの船舶が入港でき、ドックへは一堂に9層が格納できる、ロサビール、ドゥーリンと共に、アラン諸島への玄関口となっている、ゴールウェイは、アイルランドのリーグにサッカークラブ、 ゴールウェイユナイテッドを所有し、二つのラグビーチーム、ゴルウェジアンズとコリンシアンズ、そして、州のゲーリックフットボールとハーリングのチームがある。海と湖どちらのセーリングも有名で、大学の想定部が川で、ボート競技のイベントを主催する。サルシルの近くに、ハンドボールとラケットボールクラブがある。一方、街中にはいくつかの武術クラブがある。クラダから、ブラックロックまでの遊歩道での、 パワーウォーキングとローラーブレードは一年中人気がある。近郊の村、モイカレンはアイルランド国立リーグ1軍のバスケットボールチームの本拠である。またゴールウェイはキックボクシングのヨーロッパ及び世界チャンピオンも排出した。ゴールウェイはシスターシティーズインターナショナルインクによって締結された6つの姉妹都市を有している。ありがとうございます。